写真拡大。ヤクルトに本気入団する新人6選手が7日、埼玉戸田球場で合同自主トレを開始した。初日はアップやキャッチボール、ランニングなど軽めのメニューをこなし、約250人のファンと監督、コーチ陣に囲まれて緊張の面持ちだった。ドラフト2位の吉田大義投手、日体大は即戦力の期待を受ける大型ルーキー。他選手が口々に緊張を語る中、緊張しなかった。意識したら力むので意識しなかったと大物っぷりを発揮。イメージしたより体が動く。状態はいい方と春季キャンプに向けて好調な滑り出しだ。同3位の杉山明希投手、創価大は注目を集めるドラフト1位奥川京伸投手、星稜高とペアでキャッチボール。奥川と同級生の同5位の長岡秀樹内野手、八千代松影高、同6位の竹岡龍佑内野手、八戸学院光星高は高校とは異なる環境に緊張気味のスタート。それでも最初は緊張したが、みんなで楽しく充実した日になったかと思う。大学生の方々が盛り上げてくださったと長岡。竹岡も緊張を楽しめるようにしたい。体作りが大事だと思うのでしっかりやっていくと語った。同4位の大西洋樹投手、大正大は絶好調です。みんなを引っ張って先頭に立てたのではと自信たっぷり。おととい入寮時は 80% くらいで、今日は 90% くらいになりましたと好調な滑り出しをアピールした。薄いアンナ、アナスイ。